新刊、何が何でも長編小説が書きたい大絶賛予約中、鈴木喜一郎作家来場。今日のテーマは、筆者に適した作品を探すよりも。今日はマシュマロに寄せられた質問です。先生、いつも楽しく拝聴しております。 先日、小説の筆者には、古い作品はダメだ、とおっしゃっていましたが、筆者の対象となるのは、もし挙げるとするなら、せめて今、書店に並んでいるような小説でしょうか、教えてください。ええと、まあ、 お答えしますというかさ、そのさ、結論先に言うとさ、ごちゃごちゃ言ってねえで、とっとと筆者しろっていうことは言えます。<laughs> えっと、先日、このひ、うん、小説の筆者って、筆者、こういうのをやってますけどっていうので、例で出てたのがさ、確か、中島敦史とか、川端康成じゃなかったっけ それさこれからデビューしようっていう詩人がさ書き写すにはさいかにも古すぎるよねっていうことは思うんだけどあなたにこれがいいっていうまあまあガっと、まあ、古すぎるよねっていうことは言えてます。でじゃあどういうのがいいのかっていうのは、まあ、これは何とも言えないですよ。 あの、マシュマロというのは匿名です。僕はあなたのことを全く知らない。それからあなたがどんな質問をしたのか、この前の質問をした人と同じ人なのか違う人なのか、そのことも全くわからないということをまず理解してください。で、まあ、つまりそれはどういうことなのかというと、あなたが どんな作品が好きで、どんな小説が好きで、どんな作家になりたいのかっていうのこちらは、このいただいたマシュマロのボックスだけではわからないんだ。そうすると、どうやればあなたに一、どういうものがあ,た、ま、あなたに一番いいのか、あなたに向いてるのかっていうことが、まあ、あ僕には全くわかんないんです。うん、だからね、 ごちゃごちゃ言ってねえで、さっさと本買ってきて、で、筆者してみなっていうことを、さっさとやればっていうことは思います。その、無駄足踏みたくないんだろうなっていうことは思いますけど、たくさん読んでたくさん書く。まあ、筆者というのは読むことですからね。たくさん読んでたくさん書いてたくさん落ちるっていうのは、 必要最低限やんなきゃいけない手間なので、その程度の手間はかけろよっていうことは思います。本を読めってことだよね。本を読めということは、書き写す筆者というのも読書は非常に身につく読書,だ読書だよっていうことは、まあ、この間言った通りです。ええー、あのね、車のハンドルを切り損ねると死ぬよな。 だけど、小説の筆者に失敗しても、それで死んだ奴はいないから、小説の書き方、小説の勉強ぐらいで失敗を恐れなさんなっていうことは思います。告知です。2021年11月下旬に鈴木の新刊が出ます。今回は電子書籍の予定が ありません。お早めにご予約ください。タイトルは何が何でも長編小説が書きたい。川で処方新社から1782円で発売。書いてる最中に次々と違うアイデアが浮かんで書けない。出来が悪くて書き続けるのが苦痛といった長編小説執筆に行く詰まる事情と解決法をご案内しています。 江戸川乱歩賞や横溝聖師賞、オールヨイモの新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇る鈴木基地を小説講座のノウハウを詰め込んだ一冊です。この番組では皆様からのお便り、ご意見、ご質問を募集しています。マシュマロという特命ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。 鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を受け付けています。リモート講座で世界中どこにいても受講できます。詳しくは概要欄をご覧ください。というところで今日の鈴木喜一郎作家ラジオそんなところでではではでは失礼します。